ダメさん、こんにちは。こんにちは。スーツを着てるけどバイクの話させてもらいますよ。あのバイク仲間の藤井さん、はい、藤井さんと四国でうどん弾丸ツアーっていうのを LINE で来て、はい、これ行きましょうよっていう話があったわけですよ。スケジュール表が LINE バーって来たわけですよ。ちょうどその3日目ぐらいにな、朝見にな、俺体力的に自信ないって言い出してな。スーツ買いに来た時にお前にポコって言うてな。そう、体力的に心配やと。大阪からぐるっと一周する行き方なんだ。あ、いやいやいや、でも最後はなんかフェリーになっとって、大阪帰ってくるの9時ぐらいで出てくるんだって。で、走行距離も何歩ぐらいだったかな、500以上いっとったもん。それは1日で言えばしんどい。だって俺が片道静岡行ったの399キロやったから。すごい弾丸ツアーっすね。うん、ほんで俺が藤井さんに、や、買います言うたら、またあったかいうちにしようかって入ってきたやん。そうで、結局和歌山入ってきて俺、うん、和歌山ランタン、まあラーメン食べよう言うて、まあこれ動画上がると思いますけど、で俺はもう四国に行くっていうことをもうずっと計画を立てたんやったら実行せなあかん思うじゃないですか。そんなん寒いやん、嫌やんか、はい、四国行く時に、はい、コミネの電熱グローブを買ってですね、このね、オーマーパンツを買ったんですよ。 RS 太一ですよ、 RS 太一。やっぱりね、バイクウェアの原点はね、 RS 太一ですよ。ほんと、もうあそこはおしゃれですよ。やっぱデザイン性にもこだわってる。デザイン性にこだわってる。このオーバーパンツって何するかっつったら、もう服の上とかジーパンの上から履けるんですよ。で、ここ、あの、僕が今までやってなかったこの、ここ触ってください。あ、硬い硬い、パッと入ってる。これサイズね、あの BM って言うんですよ。 M のウエストの高がでかい版ですよ。言ったら、例えばスーツでどっか行かなあかん時とか、このまま上にこう履くわけですわ。ああ、なるほど、はいはい、風は通さないっすね。雨も通さないっす、ね、防水もあるんですね。そうですよ、これこうするね、これこうしてこうするんですか、こうしてるんですね、ここ、こう、これ見てください、この簡単さ。意外とスリムですね、ズボンの上から履いても。そうなんですよ、これはスリムなんですよ。シルエットも全然悪くないし、だいたいオーバーパンツってダボダボのイメージなんですけど、うん、RS タイチはやっぱりスタイルのことをまず考えるんですよ。いいですね、うん、これいいでしょ。ね、あの後ろポケットないねん。あ、飾りか、それ蓋の飾りがついてます。そんなんいらんのにな、こんなで、例えば着くじゃないですか、目的地着くとこういうふうに脱いで、ああいいですね。ね、のでもうこうバッグの後ろに入れとくわけですよ、こういうふうにね。これがすごくいいね、これコミネの電熱グローブ OK です。この RS タイチのオーバーパンツ最高です、そういう話をしたかったわけですよ。これ見て、これ最高や、これ1万7000円。妥協してないですよ、好きなカラーですよ、ね、いいと思います。いいと思うでしょ。これチノベージュかなんかいう名前やけど、色これ3種類か4種類ぐらいであの色があるわけですよ。これチノベージュっていうのが欲しくてたまりません。バイクワールドにがハガキが来たわけですよ。 20% オフですわ、全品。全品、でもこれは RS タイチでしか買えない。いや、バイクワールドも RS タイチを扱ってる。それは失敗しましたね。何がお前の話があんねんって。あ、あるんですか。で、バイクワールドから 20% オフのハガキを届いたわけですよ。でもどうしようかな、四国行くときにやっぱり明石海峡を渡るとき寒いと思うと、なんぼジーパンを暴風のやつ買うても、なんぼ極暖履いても風は通すと、足が寒かったらどうにもな。僕そのハガキを持ってバイクワールドに行ったんです。ああ、はいはいはい。これチノベージュがないんですよ。ああ、他の色はあったんですか。はいはいはい。本体価格1万6500円の消費税ですわ。カーキがあって、これでいいなと思って買おうと思って、ちょっと待てよと、後悔するぞと、うん、俺が欲しいのはチノの色なんやと。もうずっと悩んだ、一晩カーキにしようかどうかですか。うん、もうカーキにして、どうせその冬のが一部の時やから人なんかも見てないから、カーキ、まあ、3、4千円の価格差って言ったら大きいでしょ。大きい、もう、もう俺買いまくってるもん。電熱グローブもものすごい高かったやで、あれ。俺のコンビネのやつ買って1万7000円の本体価格は、嫁にも相談して、カキでいいかと、あんたはどっちがいいのっていうことを言われましてですね、はい、そりゃチノがいいさ、チノがいいけど、その3、4000円やったら今安いのはバイクワールドやでっていう話になったわけですよ、はい、バイクワールドの前提も調べてもらったけどなかったよ、チノは。あ、やっぱ人気売れ筋なんですね。ほんで、この色が、そう、俺 RS 大使さん次の日電話した、本店がな、 RSY549 やだから、チノカラーの BM サイズってありますかって聞いたら、大変申し訳ございませんと、例えば品切れしております。こっちもなかったんや、うん、これで俺カーキを買う踏ん切りが、踏ん切りがついたんやな。
カーキはだってこれは1万7000円なんぼやん、ね、1万6500円の消費税やんか、はい、でカーキは 20% オフやから、ふんぎりついたわ思ってて、 ありがとうございました、すみませんって、あ、ちょっとお待ちくださいって言った、京都の RS 大地のお店に確認してみましょうかって言われたわけ。電話かかってきて、すみませんと、行けられました。京都店に行っていただいたら、ございます、チノとね、どうしましょうって言われたから、取っといてくださいって言って、京都まで行ったんすか。行ったよ。欲しいもんを買うことが一番じゃないですか。妥協しちゃダメなんですよ。もう何年も使えますからね。うん、飽きてなかったかな。何回やったらメルカリ言うたらええねんな。メルカリさんっていうのがおるらしいわ。メルカリでは売れますけど。そやろ。で京都行ったらめっちゃ多かった人。ほんで行ってパーって入ったやん。ほんなら、長らくありがとうございましたとこやで、な、今月何月何日をもって京都店は閉店させてもらいます。あ、じゃあもう最後の売り尽くしセールみたいなやつ。セールじゃない、全然ビタ一文も分かってないから。これなんでかって言ったら、多分京都の RS 大使さんっていうのは大阪の本店のあそこと統合しますって言い方しはん、合併します。だからセールはせえへん。ああ、そういうことですか。うん。で、これを一回試着してもらって、させてもらって、で、OK っていうことで行こうと。だいぶ出会うまでに時間がかかった、ね、かかったっていう物語をこれ動画で一応言うとこかなと。どこまでカットされるか分からないんですけど。ほんで、昨日ね、実際和歌山行って履いてきてんけど、これ一応な、まあ向こうの人も言うとったけど、防水っていうの、雨もう履いてけへん。昨日ザサブルやったよ。そうなんすか。上、カッパ着てなかったよ。で、こっち着ててんけど、やっぱり弾く。中こう、ジーパン見たら一切濡れてなかった。カッパ触りにもなるっていうことですよね。そう、ただこれやっぱりチノベージュやから、ちょっと向こうも言うてはったけど、雨はあれするけど本格的にもう雨って分かるんやったらカッパ着てた方がいいですよって言われて、なんでかって言ったら汚れが落ちになりますよって言って、これ落ちにくくなりますって。これ見てやっぱりちょっと黒なってるやろ。裾の部分はどうしてもなりますね。なるなるなる、擦れるから。うんうん。でも雨は入らん。もう一切昨日豪雨やったけど全然大丈夫やった。永久ではないでしょう。まあ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 、またそのメンテナンスしたらいけるんじゃないの。やった方がいいんでしょうね、定期的に。うん。オーバーパンツこう履いて思うんだけど、RS タイチってやっぱスタイルようできてるわ。あ、このオーバーパンツ非常におすすめです。あったかくはないで、別にこれ風を通さないから、まあ、そう、中にで中にジーパンとか、俺あのヒートテック2枚履いとったから、あの別に寒くはなかったけど、あったかくなるってことはあんまない。全然ちゃうんでしょうね、でも、うん、でも風が入ってけへんから。うん、冬対策はもうそれで万全なんじゃないですか。いや、そう思ったらまた出てくんねほしい。俺はもう今回電熱グローブで最後やと思ったよ。その次足が寒いことに気づいたわけですよ。で、オーバーパンツ、RS 対1のオーバーパンツを買ったわけですよ。で、これで最後やと思ったら今度靴になってきたからね。で、どっかを解決したら違うところにまた気づくわけですよ。そう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 。で、この買うもんがなくなって今度飽きてきたらもうこれバイク乗れへんなるわけですよ。それが怖い、今。ということで、ね、RS 大地のオーバーパンツを紹介させていただきました。話長くなって申し訳ございません。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。